いかえに、なんとし、しょうか。あっちゃー、やっぱり男どもが集まってきたや。キツヤと女神の噂を聞きつけたんじゃな。各家のやつなんて完全に女神を口説く気じゃ。ニヤニヤしよってからに。秀吉殿、あなたが永遠に美しい女神に会いに。いいのかな、紹介。各家が先に会っちゃって。女神と共に美酒を楽しみたかったけれど、諦めるしかなさそうだ。よっしゃ、強敵が一人減ったで。両党も来とったんか。あいつはかなりの美男子、女神もなびきかねえ。秀吉殿たちも見に来たのかい。あの城にいるっていう。なあ紹介、両党が目上になってばな。あいつを先に行かせていいか。いいわけがないだろう。英達は私の前にのみ広がっているのだからな。よっしゃ。ああ、もう帰ればいいんだろう。王の腕が上がるよう頼みたかったのに。私と出世を競おうとは相手を間違えたな。おはぁ、孫一のやつ城の前にじっとりよって。ああなると、てこでも動かぬやつやからな。始まるで。おう、来たか秀吉。わかってるぜ、お前も俺と同じ世界一の目。紹介、孫一は世界一の傭兵、そして世界一出世にこだわる男じゃ。傭兵ごときがこの私の邪魔をしたことを後悔させてやるよ。はい、退散するしかねえ。覚えたろ秀吉。許せ孫一、いつか必ず寝合わせはする。妙だな、皆が何かを言う前にあの男が口を挟んで。観策まで来とったんか。あいつは無自覚の女たらし。追い払わんと。おや、秀吉殿たちも花を探しに来たのですか。それにしては随分人が集まっているようですが。紹介、軍神の息子が現れたね。この気品、いい達の神様も気に入るじゃろう。ただ花を探しに来ただけなのにひどいになってしまったな。軍神の人気のその立場に甘えた結果だ。ちょっと私の観察に何してんの。絶対許せないんですけど。観策の友達が怒っとるで。なんとかしてくれ。もう最悪、こっちは何も悪いことしてないし。すまん、本当にすまん。男には譲れんもんがあるんじゃ。久秀、女神相手に生命の神秘の研究を。ダメじゃん、ダメじゃん。おや、秀吉ではないか。我が輩の研究の見物かね。この隙間の紹介、こいつを城に入れたら神様がめちゃくちゃにされてまう。倒してくれ。ガンガン行くね。このひねくれ具合も気に入った。
いつか我が輩と組めるといいね。それじゃあ誰があんなくだらんやつと。集まっていた男どもは一掃したね。これで夢の五体目。美しい女神とやらはどこじゃ。わしの主治肉林に加えてやるわ。また厳しいので来よった。生涯頼むで。仕事だ。メガン、英達の神ではないのに。暴君トータク、存在しているだけで目障りだ。さっさと消えてもらおう。生意気な若造め、おまぎりにしてやるわ。おお、激しくいくぜ。あそこか。増えた狼どもに囲まれてかわいそうだ。この秀吉が必ず救い出す。待っておれよ。わしの女神がそばにいるというのに。じゃあな。今度こそ邪魔者はいなくなったで。おう、じゃあな。おほ、活躍した甲斐があったわ。わしらに会いに来てくれるとは。おーい、わしの麗しの女神、こっちじゃ。私を騙していた秀吉殿。あっちゃー、紹介。いやー、これはじゃな。そう、私に無駄な時間を使わせるとは。帰らせてもらう。申し開きは後ほど聞こう。ま、え、さ、まねえねえ、こんな大事な時に女神に会いに行ったんだって。おい、うわー、超特大のお仕置きだよ。逃げるで、紹介。おい待て、なぜ私まで逃げねばならん。人気者はつらい。いいものを引き、清正。お姉様の命令は絶対。覚悟してもらいます、秀吉様。立派な奥方がおられるのに。行けやせ。追い恥をさらすとは。激しく行くぜ。さあ、違いだったな。ガンガン行くぜ。ねね、この通りじゃ。せめて一目女神を見たいんじゃ。ずいぶん日韓がある神でよかったじゃないか。あとはどうぞご自由。普通にマシじゃろ。色男は勝つってね。